こんにちは。今回はですね、プロテインの中でも1本満足、ちょっと美味しそうなんですよ。シリアルいちご、ヘルシーなのに本格チョコって書いてますよね。こちらの方ね、いただいてみようかと思います。エネルギーが188キロカロリー、あ、結構カロリーありますね。これ2つ食べるともうあのカレーパン1個と同じぐらいなんで、ちょっとね、これを1食分にするって考えるとまあまあいいんですけども、これもうね、1日に 2,3 本食べちゃうと完全カロリーオーバーかなと思いますね。あとタンパク質は 1.6g なんで、あんまりタンパク質も入ってない。通常ね、こういうものだったらタンパク質が 10g とか 15g は入っていてほしいなと思うんですけど、これは単なるおやつになりましたね。まあちょっとまあそれでも食べてみましょう。プロテインというものではないですね、これ。どうやらプロテインのカテゴリーで買ってみたんですけどね。あ、こんな感じで本当に美味しそうなこうチョコバーですね。1本110円ぐらいかな、私が買ったの。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。香ばしくって、これはね、プロテインドリンクと一緒に合わせて1食分に使った方がいいと思うんですね。これ美味しくって 2,3 本食べれちゃうかもしれない。コーヒーと飲むと本当に 2,3 本いっちゃいますね。危ない危ない、うん、だからちょっと甘めのですね、プロテインドリンクとホエイプロテインと、1食分として飲むといいと思います。プロテイン1杯とこれ1本でね、それで1食分ならカロリーは抑えられると思います。ただタンパク質が本当に 1.6g しかないんで少ないですね、うん、その他ビタミン B 群は結構入ってますね、うん、食塩相当量が 0.13 なんで、これ多分ナトリウムでしょうかね。食物繊維が 2.0g、うん、なかなかまあまあいい感じです。ということで、ちょっとだけ食べましたけど、単なるお菓子です、これは。1本満足。これはね、1本で満足しとかないと危ないです。これ2本食べたらもうね、カロリーオーバーですよ。ご用心ください。では、今回は以上です。